スノーマンが2日でミリオン達成。初週100万枚超えは単独では自身初オリコンランキング。スノーマンの最新シングル、ラブトリガーウィール・ゴー・トゥギャザーが本日確定の14分の2月オリコンデイリーシングルランキングで13.0万枚を売り上げ、13分の2月に続き1位を獲得。これで発売初日、転着日となる13分の2月 オリコンデイリーシングルランキングでの90.3万枚と合わせて、累積売り上げ103.3万枚となり、2日間売り上げでミリオンを達成した。なお、初週でのミリオン突破は、今年度初 &SnowMan 単独で自身賞1位2位の達成となった。ラブトリガーは、岩本光が主演を務めるドラマ、恋する敬語24時テレビ朝日系の主題歌で、大人の色気や雰囲気を最大限に引き出した楽曲。 相手が引き金となり、だんだん愛に溺れていく姿をグルービーかつおしゃれなバンドサウンドにのせてドラマを彩る。